農村ステーションがありました。大茅野のみかん。万引き、見かけたら即通報。ちゃんとカメラもね、あそこありますからね。ここにある。ここにもあるね。はい、ということで農村ステーションでした。漁村ステーションはね、見たことあるんだけど、農村ステーション初めて。